泥棒と宮沢さんが。つまりみんなやらせだったってことでしょ。でそこのカップルの2人が外から、宮沢さんがバッグに仕込んだカメラで中から僕たちを撮影してたのかな。すみません、実はイベント PR のためのドッキリだったんです。ドッキリ？はい、こちらのカップルはカメラマンとアシスタント、あちらの泥棒と女性はハプニングを演出するために雇った役者さんなんです。そして私と秋山さんで皆さんを隠し撮りしていました。秋山さんも？毛利さん探しましょう。ああすみません、バレちゃいました。一体これはどういうことですかね。すみません、じゃあ説明しますので。